えごめんとえはい、こんにちは、グリードです。レンズアップルさんからね、新しいメガネいただきました。2種類もらったんだけど、まあ、今までも使ってた、こう、黒縁のメガネ。今回、こんなのもいただきました。どうですかね、これ。まあ、だいぶ、今までと違うんだけど、なんか、お出かけ用って感じもするかな。このメガネたちはね、レンズアップルさんがね、ゲーミングメガネとして開発したメガネらしくて、まあこういう風にヘッドセットかけても耳が痛くならないように考えられてたりとかします。あと普段使いできるようにね、こういろんなデザインがあるのでね、まあ気になった方は概要欄に貼ってありますのでよろしくお願いします。というわけで今回は久しぶりにちょっとスナイパー使っていきましょう。まあスナイパーといってもマークスマンなんですけど、このカスタムはね、正直有名というかみんな使ってるから、まあ改めて紹介するのもどうなのかなと思ったんですけど、まあこんな感じですね。スナイパーです。スナイパーですよ、これ。はい。ちょっと今回こちら使っていきたいと思います。スナイパーです。通してください。どうですかね、これ軍の方にこう、スナイパーですって。対応されますか、これ。このスナイパー採用されますか？覗き込み速度がね、非常に速いという点で、優れてますよっていう宣伝すれば。スナイパーです。通してください。スナイパーです。What feed? やばい、ここ。あー、なんて左オフね。してんの。スナイパーです。通してください。まずい。おお。このゲームはスナイパー、ザ・スナイパーをしたいときは、普通のスナイパーを使って、コツ砂は、マークスマンを使ってね。おお。おお。おお。何これ自分の手が怖い。何が来た。俺自分じゃなかったんだけど、手がチーターになってたんだけど、自分でもびっくりなんだけど、あんなことができるんだ僕って。僕にこんな力が。なんか今日フェイズ宿ってんな、手に。どんだけ。脳みそから何かどこ出すんだ。ブルブルブルっとブルブルっとさせよう。全員だからと思うんだよな。なんでそっち外すの。ウォー、今日の私はなんかアシュラを凌駕してる。今日だけかもしれんけど。おお。おお。やっちゃったー。わしに画面なんぞいらんかったかもしれん。やばい。ああ、無理。二度目はない。なんか生きてる。なんか生きてる。なんか生きてるぞ。うわ、なんだこの巻き。マジ今日やばい。ええ、うっそ。地雷？違う。オンマイ。
まあ、この武器が強いだけかもしれん。うん、おっと、いいよ、そういうリアクションもっとちょうだい。いいよ、なんか海外ボイチャーおる、海外ボイチャーおる的にいいか。死なない、よし、今は死なないか。コラテラル？今のフェイズ？今のフェイズ？アドバンス出たんだけど。え？ゴレット。え？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 いや、やばいんだけど、なんか人が変わっちゃった。これ自分じゃない。え、自分じゃない、自分じゃない。え、自分じゃないんだけど。パパジ、パパジ。うわー！え？今までできると思ってなかった動きができちゃうんだけど。ゾーン入った？ゾーンとか大会でしか入ったことないぞ。普通の公開マッチでゾーン入っちゃった？これもしかして。あ、ゾーン入っちゃったかもしれん、これ。あ、ゾーンだ、これ。この感覚久しぶりだ。マジでもう、今、思ったことが全部できちゃうよ、これ。あ、っていうか。え？お茶にまんだ、チャオスにまん。なんか切れてる。誰かが切れてる。なあ。治安悪い。やっぱ日本のゴールデンタイムに近づくとやっぱショットガン増える説はガチだな、これ。なんでなんだろう、ショットガン愛好家多いのか。バレてなかった。
オッケー。走ってる時は一番無防備。コッキングできてない。ワンダウン。まだ来るか。いや、センターか。ツーダウン。こっちね。うわあ。いやー、伏せてんのか。嫌われるよ。嫌われるよ。インタベ楽しいな、やっぱ。うん、うん、うん。アドバンス出た。イエーうわー、外したのかよ、今の。なんでー。やっぱ今日違うな、僕。今日フェイズが宿ってるわ。やばい。あ、うんちゅ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 んち。バレてない、神。うわ、なんで出なかった、弾が。なんも見えない、まあ、なんも見えない、なんも見えない。ひどい。何君。まあ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 。まあ通常マップでやると、まあ狭いマップでスナイパーやるとこんな感じだね。終わっちゃった。